久保さんまあ、僕もね、ずっとあのー、借金があること言わなかったんですけど、<laughs> まああのアンケートね、あの取ってで、ね、借金がありますっていう、すげえ多かったんですよ。いや僕はもうなんかね、いや俺の状況分かってるみたいな。<laughs> 今まで俺隠してたけど、借金2000万あるよと。<laughs> ぐらいね。全部含めると。全部含めると、トータルで2000万ぐらいあるよと。ね、車の件もあるし。 車もあれなんだかんだ言う結局自腹で多分400万ぐらい払ってるし <laughs> <laughs> うん。なんかまあ、いろいろあるわけですよ。で、まあ、借金ありますありますみたいな。え、借金あるんだったらめちゃやれよって思ったすけど。つ <laughs> か。思って僕は、あの、2、三二年前ぐらいですかね。あの、アンケート取ってる最中にもう告白しましたよ。借金がありますっていう。 で、なんで借金があることを隠してたのかっていうと、借金があるやつから商品買わないだろうと僕は思ってたんで、だからその、広島だったかな、なんか全国でセミナーやってた時に言われたんですよね。吉谷さん、貯金どれぐらいあるんですかみたいなね。<laughs> 貯金全くなくて借金あるのに偉そうにセミナーしてるわけですよ。まあ、言えないですよね, <laughs> ね。ご想像にお任せします。みたいな。まあ、タイトルご想像にお任せしますにしましょうか <laughs>。ご想像にお任せします <laughs>。っていう風にスルーしてましたけど、 まあ想定外だったでしょうね。借金まみれだったっていうね <laughs>。だけど僕は思ったんですけど、借金あ,あるって言っても売り上げ変わんなく逆に上がったんじゃないかなみたいな <laughs>、うん。結局、借金があっても売れんだなっていう商品 <laughs>。僕は学びましたね。だからあれ告白してよかったなと思いますね。別に借金があっても商品売れるんだなっていう。まあ久保さんはそれ字で言ってたと思いますけどね <laughs>。 自己アフリートのね、最初80万稼いだ時も、借金まみれですよ、あの時ね、多分80万の最初、85万でしたっけあの、ファーストインプレッション、ね、自己アフリートセミナー、借金まみれみたいなね。しかも、あの、報酬まだ入ってないみたいなね。だけど稼げるみたいなね。そう。あの、未確定報酬で稼げるみたいなね。うーん。 まあ、久保さんも言ってましたけど、まあ、正直、うーん、なんかあの、基準値がなんか低いっすよね。うーん、なんかその動画の話もしてましたけど、一本、まあ確かにね、まあその人にとっては一本はね、あの動画一本撮るのは大変だったかもしれないけれども、まあ、これからね、プロの世界でやっていくわけじゃないですか。ライバル無限にいるのにに、ね、その程度じゃ勝てないよっていう。 うん、そう。しかもそのね、動画送りましたっていう、動画撮りましたって言ってる相手はもう何万本やってるわけじゃないですか <laughs>。何万本やってる人にね、1本撮れましたみたいなね <laughs>。そんなまあ考えたら言われることも明白ですよね。たった1本すかみたいなね <laughs>。うん。別にいいんですけどね。まあいいんだけども、まあ。 僕の基準値を押し付けても、まあ、できる人はいないですし、久保さんの基準値を押し付けてもできる人はいないんであれですけども、ただ一つ事実を言うならば、プロの世界は初心者の基準ではないよって話ですね。うん僕たちはお金を稼ぐプロにならないといけないんですよ。でも多くの人は初心者でも稼げる方法を探すんですよね。いやいやだと、初心者でも稼げる方法を探すより、プロになった方が早くねと。 プロになればプロの収入を得られるんだからっていう当たり前のことなんですけど、でもその当たり前のことすらなんか認識していないですよね。どうやったらプロになれるかっていう質問あります久保さん。多分、まあ、その100、1000人で1人いるか分かんないですけど、あの久保さんどうやったら、 久保さんみたいにプロプロになれますよと。一応動画、まあ、1000本ぐらい撮って、まああるまあまあままあちょっとやったかなと思うんですけど、これからもっとスキル高めるためにはどういうことをしていかないといけないですかね。一応1000本撮ったんで、ちょっと YouTube のチャンネル見てもらえませんかみたいな質問もらったことあります僕ないっすね。<laughs> ないですよね、久保さん。あります ね、どちらかというと、本当に儲かるんですかとか、私にでもできるでしょうかとかね。<laughs> 本当に稼げるんですかみたいな。まあ、そっち系がもうほぼ9割9分ですよね。うん。で、あ、でも1人いましたね。吉田さん、僕16時間ぐらいやってるんですけど、16時間ぐらいやれば稼げますかねみたいな。おい、けるっすねって。<laughs> すげえな、みたいな。その人稼げましたけど、ね、普通に。やっぱり。うん。<laughs> もう16時間ぐらいやろうと思うんですけど、稼げますかみたいな。すげえ気ア入ってんな、みたいなね <laughs>。まあ、いないですよね。2時間しかないんですけど、稼げますかみたいな人はどちらかとして多いですけど、も,うもはやね、全ベッドするみたいなね。もうあの、起きてる時間全部ネットビジネスに全ベッドする。稼げますかみたいな。もう稼げるね、それね。みたいな <laughs>、うん。 いや本当ね、やっぱ、その、基準というか考え方というか、うん、やっぱそれを変えた方がいいと思いますよ。うん、じゃないと、あの、そんなあまないですから、お金稼ぐっていうのは。うん、で、あとは、まあ、ま、あま、本当ね、一日一食抜いても死なないし、うん、なんだろうな、それぐらい、例えば、まあ、ま、あ昨日ですね、僕ね、チョコラ BB 買ったんですよ、これ。 で、このチョコラ BB ロイヤル2っていうのがあるんですけど、これね、チョコラ BB ロあのハイパーっていうのがあるんですよ。これ10本入りで買って、10本入りでこのロイヤル2は1180円だったんですよ。で、そのハイパーは1980円だったんですよ。で、差額としては、まあ、700円、800円ですよね。700円ぐらい。でも僕考えたんですよね。そこで5分ぐらい考えたんですよ。で、1本当たりなんだ200円なわけですよね。1980円だって10本だったら約。 で、これは、1本あたり100数円なんですよ。で、そ5分ぐらい考えて、iPhone のね、計算機でか、こう1本いくらだろう、こう100ちょっとか、みたいな。うーん。俺はまだここだなと。<laughs> よし。これ、1900、1本200円のロイヤル、チョコラ BB ロイヤルハイパー、ロイヤルハイパー買えるように頑張ろうと思ってね、まあ、我慢しましたよ。1100円の方に。 でもね、安いやつは、チオビタとかはね、10本で600円とかだったんですよ。あとは、あのメーカーじゃないやつは、10本で498円とかね、メーカーじゃないやつ。あるじゃないですか、よく。なんか v、V、V タウリンとかね。なんか、よくわかんないやつ。うん。だメーカーのチオビタとか、リポビタンでもう10本で800円、898円とかかな。これ、1100円なんですよね。うん。まあ、僕、これ、チオ選びましたけど。 まだまだ俺は頑張らないといけないなっつってねまあでもそのね700円ぐらい浮いてるわけじゃないですかでその浮いたお金をねあの何に使うかですよねそううんだからなんかお金稼ぎたいんだったらお金使う場所を考えないとうん変わんないと思いますまあここに本もありますけどまあ缶ジュースに100円払うのか ね、こっちの方に100円払うのか、どっちの方が自分の人生を変えられる確率上がります絶対こっちの知識に投資した方が、絶対その収入上がる確率上がるじゃないですか。だけど、目先のね、缶ジュース買うとかね、そこにはお金払ってね、こっちには金払わないみたいなね。お金稼ぎたい、人生買いたいんだったら、知識こっちに金払えよって話で、僕からすると。俺の商品買えようと。ね。 一食、二食我慢して俺の商品買えみたいな、僕はもうそのマインドセットでやってますけどね。だって実際そういう事実なんで、うん、なんだろうな、一食ぐらい我慢しても死なないっていう事実があるし、うん、缶ジュース買っても人生変わらないっていう事実あるし、うん、もちろんこれじゃあ本を買ったからといって、人生が変わるのか、保証はあるのか、ないですよ。ないけども、可能性は絶対高まりますよね。可能性は。 ビジネスっていうのは仮説検証の繰り返しで可能性を高めていくわけなんですよ。だから人間が宇宙にこう到達できたのも仮説と検証を繰り返してそのロケットを発射してその到達する確率をどん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 広げていったわけですよね。だから確率を上げるゲームだと僕は思うんですよね、ビジネスっていうのは。まあすべてにおいてですよ。いろんな仮説検証を繰り返して、で、確率を上げていくと。 じゃあ、どっちの方が確率が高いのか缶ジュースにお金を払うと自分の人生をが変わる確率はどれぐらいあるのかじゃあ、それに知的財産、知的な本とかにね、情報に対してお金を払った方が自分の人生が変わる確率があるのかこれ、天秤にかけたときに考えれば分かりません絶対考えれば分かるんですよ、こんなの。も,もちろんやらないとダメですけどね。本買ってもね。使わないとダメですけども。ただし、あの確率的に言うならば、本を買った方が まあ間違いなくあのジュースを飲むよりかは、ね、いいと思いますよ。うんだから実はお金,をがない人お金がない人の本質っていうのはうんお金が増えない使い方をただしている。多分そうだと思うんですよね。久保さんどう思いますお金がない人ってお金が増えない使い方をしていると思うんですよね。 うんだ久保さんがなんでそもそも億万長者になったのか3、3年で億を稼げるようになったのか、それはお金が増えるお金の使い方をしたわけですよ、お金がなくてもね、クレジットカード2枚枠でね、高額塾30万、40万ぐらいの入ったわけですよ、もしあれ入ってなかったら今ないですよ、多分く久保さんは。でもお金がなくても、お金が増える知的、その可能性ですよね、そこにお金をベットした。 だから今があるわけじゃないですか仮想通貨とかもそうですけどもそのなんだお,かんしお金が増えるであろうとこにまあいろんなやつがねよくわからないのもありますけどもそ,それに払ったから可能性が生まれたわけじゃないですか僕は仮想通貨には1円も払ってないので仮想通貨が上がる可能性は0%です僕はねその仮想通貨の資産仮想資産は0%ですだけど あの自分に対して僕は投資しまくってるのね自分のスキルですよねだから毎日毎日僕は時間に投資してるわけですよこういう動画を撮って話してね自分っていうものに対して自分の時間に投資をするだからこの考え方もないだろうし何に自分の時間を投資するとそれは今後、うん、二次曲線に増えていくのか僕は動画を撮ることによってトークスキルがこう磨かれて二次曲線のごとくどん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  多分話すすのが上手くなるわけですよだから昔に比べると僕はもうね今も台本なしでバー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 ってますけどそれは今まで僕はそこ,にじそこのとこに、えー、投資をしてきたからですよねうんなどこにお金を使うのかどのじ何の時間限られた時間に自分があーどこに時間を投資するのか、まあ、それによってあの二次曲線に、えー、変わっていくとうーん それはね、非常に考えるべきですね。お金の使い方、時間の使い方、何に時間を使えば自分が高まるのか、何にお金を使った方がその可能性が広がるのか。あそれは考えるべきですね、うん。お金がないっていうのはお金がない使い方をしているということでじゃないでしょうか。いってらっしゃい。